はい、マッチングしました。ということでね、記念すべき、復帰後の1試合目なんでね、動画撮っていこうと思います。はい。うわ、マジか。あれやん。あー、フレーレ来た。おぬーくんをボコって晒したやつらやん、こいつら。この、1、2、3、わからん。3パーティー ?4 パーティーかわからんんだけど。だりなあ、でもね、まあ、試合目ですけど、やりますよ。途中抜けは、ゴミなんで、うん、小野くん、途中抜けが、まあ、それはさらされて仕方ないよ。ということで、俺がね、見本、4パーティーか、こいつら。はい。見本見せます、見本。とりあえずね、HRM ということで、難問武器。おい。おい。もう嫌だわ。もう嫌じゃ。ガスグレー、ぽいぽいいるね。うーわ。ちょっと待ってくれ、これ。ロケットランチャーも飛んできるし。ちょ、待って、マジで。何これ、何これ。よし。やっと抜けれた。あー、これきついぞ。これきついね。何も見えない。やばいって、マジで何も見えないじゃん。これが最近の借り方なのか。これが最近の借り方か。確かに強いな、これ。ガスグレっぽいっぽいし。いや、強いけどさ。いや、ちょっとマジで。マジで。やっぱり途中抜けしていいと思うんだよね。はい、どうも。ということでね、はい、ここから後付けで喋っていくんですけども、いやーね、強いですね。はい、はい、強いです。いやー、負けましたね。はい、まあ、あれね、初日にやったやつで、今は復帰して5日目ぐらいなんですけども、だいぶできるようになってきた。うん、最初マジでクソんなよ、このゲーム、やっぱり、と思ったんだけど、武器とか揃ってきて、なるほどね、とかベストとか武器とか揃ってきたら、なかなか楽しいかなっていうね、思い始めてきました。はい。でですね、まあ、今回は、パーティー多すぎないっていうことと、途中抜けの件に関してですね、はい。パーティー、試合の後もね、僕ツイートもしたんですけど、復帰直後3試合やって、3試合とも、知ってるパーティー、見たことあるパーティーに、はめられて殺されたんですよ。うん。あれだね。このゲーム、ちょっと人が少なくなってきてるのか、スモールモシピットとか、行くと、マジで知ってる大型パーティーしかいない。マジで、これがね、歴代 COD の醍醐味で、醍醐味っていうか、ちょっと嫌なとこで、大体どの COD 作品も、まあ、半年ぐらい経ったら人がいなくなって、まあ、残ってるね、大型パーティーがね、戦場を荒らしているというね、まあ、毎作だからこれはね、しょうがないんだけど、マジで辛いですね。はい。ということで、皆さん戻ってきてくださいっていうことと、あと、なんかね、この前ね、ね、おぬーくんが途中抜けして、ね、その途中抜けに、まあ、別にいいじゃん。途中抜けぐらい。てな感じでね、ちょっとまあ、ふざけたような感じで言ったら、結構ね、批判的な意見が届いて、その途中抜けダメに関して。まあ、例えばこういうのですね。というか途中抜けの何がダメなの？抜けるならやるなって俺個人としては思います。全部が全部自分の思い通りになるマッチなんてないし、ムカついて抜けるならカスタムやっとれって思います。ね、COD ならいいでしょみたいなの書かれてるけど、まあね、まあこういう人もいるのかと。はい。でね、他にもね、途中抜けはその穴を埋めるために他の人が補填されるから絶対やらないようにしてる。負けるにしても最後までちゃんとやらず、泣いたとか言って逃げるの。でせ、死ね。はい。っていう感じでね。はい。で、ボロ負けしても敵ほぼ全員抜けてんのに、最後の一人が居座ると勝ち確なのに、無駄に試合長引くことからとっと抜けてもらった方がありがたい時もある。いや、俺は初心者だからポイント欲しいし、抜けんぜ。この前6対1でもアサシン来て、最後まで芋って3キル取ってやったからな。はい、ダウト。お前。初心者だって。初心者？しかも何？ 6 対1で芋って3
3キル取ってやったぜ。多分これね、サーチャーのテストのこと言ってると思うんだよね。うん、多分6対1っていう場面になるなんて、サーチャーのデストロイしかないから、多分そのサーチのこと言ってるなと思うんだけど、で初心者でしょ。あ、もう俺とは真逆だよね。そりゃそう言うわね。あのね、俺が一番泣いて抜ける、まあ、多くの人がね泣いて抜ける原因は、あの味方が弱いんですよ。味方がルール無視なんですよ、ね、でこの人初心者だから、あのまずキャリーしてもらう側やん、この人だから分かんないんだよな。でサーチでしょ。サーチってね、ルール無視ないんですよ。なぜかというと、あのサーチって敵を、別に敵をキルすればチーデスと一緒、チーデスもルール無視なんかないじゃん。敵をキルすればいいから。サーチも同じで、爆弾設置とかはいろいろあるけど、まあ、基本敵をキルしたら勝てるゲームなんですよ。でもドミネとかハードポイントはそうはいかない、ね、自分がどれだけ敵をキルしようとも味方とかね、がね全く旗入ってくんなかったら、守ってくんなかったら絶対無理なんですよ。まあね、この人もいずれ分かるんじゃないですかね。自分が上手くなってね、まあ初心者だからね、今は負けても楽しいでしょ、ね、ポイントも欲しいでしょ。だけど自分が上手くなって、しかもドミネーションとか来てごらん、ね、自分がめっちゃ頑張ります。はい、でもふとね、自分がやられてリスボンします。リスボンにね、伏せて待っている、スナイパーね、ルール無視の角待ち、めちゃくちゃ多かったら俺はそっと抜けるね。この人にも早く味わってほしいわ。やっぱりね、まあ、初心者の頃は俺もね、なんか抜けなかったですよ。それは分かんないのも、別に自分がね怒られてること、まあ、勝とうが負けようがぶっちゃけどうでもいいじゃないですか、初心者って。で自分のせいで負けてても、まあ、他の人がキャディーしてくれるから、まあ、スキルマッチもあるんでね、はい、そういうのでやっぱりね、まあそう思っちゃうのかなと思うんですけども、あの別にええやろ途中抜けぐらい、ほんまなんかね COD だけなんだよな、未だに途中抜けとか言って。確かに COD もね、昔は途中抜けダメだよみたいな風習はあったんですけど、まあ、それも8年前9年前とかなんですね。もう今はね、いろんな作品、例えば Apex のカジュアルマッチで抜けて何か言われますか？オーバーウォッチのクイックマッチで抜けて何か言われますか？っていうのと一緒で、 COD も別にランクマッチじゃなかったら抜けていいでしょって思うんですよね。で COD だけだよ、未だにこういうこと言ってんの。本当にね、もうマジでね、昔からやってる人が多いのが、昔のね記憶からね、ちょっとアップデートできてないのか知らないけど、あれなんですよ。他の作品はマジでそのランクマッチ以外の普通にねカジュアルマッチとかだったら別に抜けても何も思われないよ。なんであいつ抜けんだよとか思われない、だってカジュアルだもん。だけど COD はね、COD もランクマッチがあるのにカジュアルマッチで抜けたら言われるから、それはちょっとねやっぱり今時ね古いっすね。はい、以上。